美穂、はい、これ。はい。父上にこのようにしていただいて誠に恐縮です。いやいや、もう少し大きな鯛にしたかったらな。これくらいで我慢してくれ。いやいや父上、申し訳ありません。神は申しとる。孫のために当たり前のこと、わしに遠慮は無用じゃ。さあ金吾、送り覚めじゃ。さあ、よあれ。少し体を超えてみるか。ん少し食えてみろ。お、お